また大河ドラマの話ですが、実朝暗殺の場面が近づいてきましたね。黒幕は北条義時説が昔からありますが、私は違うと思うので、今日はそれについて解説していこうと思います。こんにちは、サガンです。今日も鎌倉殿の13人についてお話しさせてください。超不人気な動画ということは重々承知しています。はい、前回の義時の最後を推理してみたでは、ドラマの義時の最後のシーンに焦点を当てていましたので、実朝暗殺の真犯人についてはあまり深く言及していません。なので今回は実朝暗殺の真犯人について推理してみようと思います。源頼朝の次男、源実朝がその甥、長男頼家の子ですが、公暁によって殺されます。直接殺したのは公暁ですが、その裏に公暁を操る真犯人がいたのではないかという説は昔からあります。では誰が実朝を殺したのか、今回は3つの可能性から考えてみます。1つ目は公暁の単独犯説です。実朝は公暁から見れば父の敵である義時に取り込まれた憎き男です。本来なら頼朝の孫にして長男頼家の子である自分が将軍の座につくべきではないのか。なのに傍系の実朝が将軍の座につき、朝廷からは頼朝さえも超える右大臣の位までもらって右頂点になっている。折も折、今日の式典は実朝が右大臣になったことを鎌倉八幡宮に奉納する祝賀の式典だ。バカバカしい。この華やかな式典の主役は本来自分のはずではないか。なのに自分は常に実朝の下に置かれ、影のように生きてこなくてはならなかった。実朝がいる限り、これから先も自分に日の当たることは生涯ないだろう。過去の怨念と将来への絶望から後先考えずに公暁が一人で暴走したという説です。どうせ生きていてもその先に光はない。実朝を殺して自分も死ぬ。心情的には分かりますが、ちょっとこれは19世紀末の青白きインテリのような人生観ですよね。泥臭く生き抜くことを是とする鎌倉武士団の生き様ではないように思います。では2番目、北条義時黒幕説。これは昔から言われています。執権として鎌倉幕府の実権を握った義時が、お飾りの将軍実朝を葬って名実ともに鎌倉幕府の頂点に立つ。そのために実朝に恨みを持つ公暁をそそのかして実朝を殺させる。それが証拠に、本来なら幕府の執権として北条義時も絶対に参加しなくてはならない重要な式典に、当日の朝急遽具合が悪くなったと言って欠席をしている。俺はその場にいなかったから何があっても知らないよという立場を作っておいたのではないかといううがった見方です。私はこの説には真っ向から反対です。北条氏がどれほど執権として力を持とうが、その力を思う存分震えるのは源氏の血を引いた実朝という存在があってこそです。北条氏がその権力を振るうためのいわば小中の玉であり、錦の御旗であり、最近の言葉で言えば絶対正義です。
力の源である実朝を北条氏自らが殺してしまうわけがありません。では、誰が黒幕として興行を操ったのか。第三の説として、三浦義村黒幕説があります。私はこの説に賛同します。理由は、それまでの鎌倉幕府の権力がどのように動いたかを見ることで、おのずから見えてくるものがあります。つまり、実朝を殺して得をする者は誰かということです。今まで鎌倉幕府の力がどのように動いたのか復習します。系図をご覧ください。源頼朝が北条氏との婚姻関係を結ぶことで、鎌倉武士団の中で頭一つ北条氏が抜きんでました。この赤グループですね。しかし頭一つです。というのは、頼朝自身の乳母は比企氏であったために、比企氏も存在感を増してきたんです。このオレンジグループですね。乳母というのはですね、この時代、単に赤ちゃんに乳を与えて育てるというだけの存在ではなく、いわば養い親として一族を挙げてその子供の養育をするという立場にあります。幼子を養育するということ自体、どんな考えも植え付けて育てていくことができる、そんな立場にありますよね。そしてその子が将来出世した時には、乳母の一族は一族を挙げて出世するという構図になっています。そして養った子は、乳母一族に完全に染められている。飼いならされているということになりますので、乳母の一族は時として、生みの親の一族、ここで言えば北条家ですね。北条政子の子供ですから。生みの親の一族をしのぐ力を持つことができる。そういう立場になるわけです。比企一族が頼朝の時代に、並み居る御家人の中で、いち早く頭角を現したのには、こういう背景があったからです。頼朝の不遇時代、比企の尼を中心に、この人ですね、比企氏は物心ともに頼朝を援助してきました。鎌倉武士団の長になってからも、頼朝はその恩義を忘れることなく、比企氏を取り立てていきました。頼朝の長男、頼家の乳母に、比企の尼の娘を乳母にしたのも、その現れです。こうして比企氏は頼朝自身の乳母であるとともに、頼朝の長男の頼家の乳母を務めることになり、権力を増大していきます。しかも頼家の長男の一幡も比企家に取り込もうとしていました。一方、北条政子が頼朝と結婚することで、もちろん北条氏、この赤グループですね、も鎌倉武士団の中でトップに躍り出てきます。長男頼家の乳母を比企氏に譲った北条氏はですね、頼朝の次男実朝の乳母を北条氏から出します。ドラマではミーと呼ばれる政子の妹が実朝の乳母になります。ドラマでもちらちらと姉に対抗心を燃やす場面が見られるミーですが、彼女の強気の源は北条氏の娘だからとか政子の妹だからという立場ではなく、実朝の乳母だよという立場に起因しています。そしてですよ、頼家のもう一人の子、一幡はオレンジグループ比企家の一族として殺されたんですけれども、もう一人の子、運命の子、興行ですが、彼の乳母は誰だったと思いますか？系図でご覧のように、三浦義村が乳母になっているんですね。乳母を、乳母を引き受けた段階から、義村には、この子は、興行ですね。この子は三浦一族の将来を託す子だ、という思いが当然あったはずです。
振り返るとこうなります。頼朝、その子頼家の乳母は比企氏、乳母の立場を背景に一大権力を持ちます。しかし北条氏との権力闘争の挙句、一族もろとも滅亡。言ってみれば過去の勢力圏がオレンジです。次、実朝の乳母は北条氏です。北条氏の言いなりの将軍を抱えて、北条氏の権力は絶大です。言ってみれば現時点の勢力が赤グループです。北条氏ですね。そして工業の乳母は三浦氏です。緑グループですね。現在は北条氏の下手に下っていますが、次の一手は工業という駒を持っている三浦氏が将来の権力を狙っている。言ってみれば将来の勢力の目がここに出ているという図になっています。乳母制度を背景とする過去、ここですね、現在赤グループです、将来緑です、の勢力図がここに展開されていることがわかります。となると実朝を殺して得をするのは誰か見えてきますよね。北条氏にとっては実朝を殺すメリットは何もありません。実朝亡き後は権力を振るう口実がなくなり、次の権力者、次の将軍を抱える三浦一族に取って代わられるだけですよね。一方三浦氏にとってみれば実朝は目の上のたんこぶです。彼がいる限り公暁が将軍の座につく道はなく、実朝が男子を設ける前に何としてもその次の座に公暁をつかせる必要があったわけです。ということで、私は実朝暗殺の黒幕は三浦義村説を推します。いや待てよという方がいるかもしれません。将軍殺しの公暁に次期将軍の目はあるのかと。義村にとってもそれを実行させられる公暁にとってもそれは大きな賭けだったかもしれません。賭けに出たからには勝たなければいけません。切れ者の義村には勝算があったのでしょう。一つは公暁の動機が将軍の座につくためではなく親の仇だったからです。というかそのように演出できるからです。この時代、仇討ちは一種の美徳であり、単なる殺人とは一線を画しています。もう一つは北条氏に対する御家人たちの不満が高まっていたこと。三浦一族もその限りではありません。一生懸命という言葉がありますが、これはもともと一所懸命という言葉から来ています。一箇所の土地をめぐって命がけで戦うという意味で、まさに鎌倉御家人たちを表した言葉です。御家人たちは自分たちの領地は命をかけて守ってきたわけです。その土地を北条氏は所替えという名目で領地を移転させ、御家人たちの力をそごうとしてきました。いわば生え抜きの社長をサラリーマン社長のように北条氏の命令一家転勤させられるような状態になったわけです。これは御家人の生存権を奪うようなものです。この不満エネルギーはふつふつと燃えたぎり、北条氏に向かっていき、翻って比企氏やその遺児たち、中んずく唯一生き残っている公暁への同情心として高まっていきます。親の仇を取った公暁の
その後ろ盾に三浦がついているとなれば、大方の御家人は公暁が将軍の座につくことを認めるだろうと義村は算段したのではないでしょうか。しかし、それにはもう一つ条件があります。それは義時の首を取ること。義時さえいなければ北条に負けるような三浦ではないと義村は思います。なので公暁には実朝を討ち取った暁には必ず義時も討てと命じていたはずです。なので公暁は実朝の首を取った直後は一目散に義時を目指してその男を殺しています。しかし本来そこにいたはずの義時はそこにはいなかったんですね。義時のいた場所にたまたま居合わせたのは源仲章という人物でした。どれか一つが欠けても勝ち目のない賭けでした。しかしじっと首を垂れて我慢してきた義村です。ついに賭けに出たのではないでしょうか。そして彼は賭けに負けてしまいました。公暁は義時の首を取れなかったんです。その時点で負けを知った義村は三浦の庇護を求めて逃げてきた公暁を見殺しにします。公暁は三浦館の前で何者かに殺されてしまいます。北条氏の追手にやられたという説もありますが、おそらくは義村自身の命により口封じをさせられたのでしょう。私はこの時の暗殺者はドラマでは唐になるだろうと予測していますが、どうでしょうか。ということで、実朝暗殺の真犯人は三浦義村説を私は推します。皆さんはどうでしょうか。ただ、今回のドラマでは義村はいつも味方になりかけた誰かを裏切って義時側についています。今回も、おい、式典には暗殺者が出るらしいぜ。お前出るのやめとけ。と、義村自身が義時に忠告するような立場になるのかもしれません。そうなると、実朝暗殺の黒幕は誰になってくるのか。あとはもう、脚本を書いている三谷さん次第。ということでしょうかね。はい、今回も最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございました。いや、本当に超不人気シリーズのこの動画、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。サガンでした。